サンフランシスコベイエリアのゆすぐす衛星画像。サンフランシスコベイエリアの軍サンフランシスコベイエリアとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州北部の大都市、サンフランシスコとオークランド、またその近郊の都市を含めたサンフランシスコ湾の湾岸地域を指す。日本語で草湾と表記されることもある。対岸のオークランドなどを含めた都市圏 の人口は459万4060人にも、上り、全米第12位の規模。さらに、南岸の山の瀬などまで加えた、サンフランシスコ米エリア全体の人口は756万1755人で、広域都市圏として、全米6番目の規模である。有数のハイテク産業の集積地としても知られている。ナパバレーはワインで、大変有名である。 ゴールデンゲートブリッジの北部地域がノースベイと地元で知られている。この地域はマリン郡からなり、ソノマ群及びナパ郡の北方へ、ソラノ郡の東方へ広がっている。いくつかを除き、この地域はマリン郡が合衆国内で裕福な一覧に掲載されるほど裕福である。ノースベイは一般的に多くが未開発の公園並びに農場として最小の都市化がなされている。 ベエリアの一部である。自然の多い観光地。サウサリー都市など。サンフランシスコ湾の北西側に位置する。アラメダ郡及びコントラコスタ郡からなる。湾の東部はイーストベイと地元で知られている。イーストベイは湾の海岸線に位置するインナーイーストベイ。そして丘並びに山によってインナーイーストベイから隔てられている内陸渓谷からなる。 アウターイースト米の二つの地域に分割している。クレアモントキャニオンリージョナルプリザーブからすぐのバックレー写真中央の高い塔はカリフォルニア大学バックレー校である。サンフランシスコ湾の西側のサンフランシスコ半島は地元で英語、日本語ともにペニンスラとして知られている。北端にはサンフランシスコ市が位置するが、 ペニンスラにサンフランシスコは含まれず、サンフランシスコは単純にザシティと呼ばれることが多い。英単語のペニンスラは半島を意味するラテン語を語源としている。文脈が地元の話題であったり、サンフランシスコ米エリアだと明確な場合、ペニンスラは固有名詞として湾西岸のサンフランシスコ半島を指す。この地域はウエストベイとは呼ばれない。 サンタクララ郡の北西部分とサンマテオ郡からなる。サンノゼ市北部及びシリコンバレーの一部。サンフランシスコ湾の南側に位置する。シリコンバレーと大まかに位置が重なる。主要都市のサンノゼがあり、それを取り巻くハイテク産業で有名なマウンテンビュー。サンタクララ、パロアルト、サニーベールやロスガトス、ロスアルトス、サラトガなどが位置する。サンタクララ郡など。 20世紀初頭のドイツ製地図。以下の一覧は、ベイエリアの従軍を基本としている。ボールドカラダの都市は、軍庁所在地である。カリフォルニア大学バークレー高校立私立、ベイエリアには、3つの国際空港がある。鉄道路線バスベイエリアには、単独で一周できる、環状交通が存在しない。計画当初のバートは、ベイエリアを一周するはずであったが、 サンマテオ軍とサンタクララ軍の有権者が強く反対したので実現しなかった。カルトレインがサンフランシスコからペンニンスラを通りギルロイまでサンフランシスコ湾西岸を反襲する。高速道路では乗り換えれば橋や湾岸路線を経由しサンフランシスコ湾を任意の大きさで周回できる。 ペニンスラを南北に貫く合衆国有番号道路101号線は有名。途中ゴールデンゲートブリッジを経由する。ありがとうございます。